日本ハムがレイエスと契約延長合意。日本ハムは21日、フラン・ミル・レイエス外野手と2025年シーズンの契約延長が合意に達したと発表した。来日1年目に25本塁打を放った大砲が、来季も日本ハムでプレーする。新庄監督も残留を熱望し、レギュラーシーズンのホーム最終戦セレモニーでは来年、レイエスとマルティネス、ファイターズのユニフォームを着てほしくないですか？よそのチームのユニフォームは似合わないですよね。皆さん、どこも行かないで運動を始めてくださいと話していたが、その願いが叶った形となった。来たー。うおーおー。来たか、これで落ち着いて過ごせる。2025も清宮レイエスが大暴れや。レイエス最高や。シーズン終わって速攻契約延長してくれたの編成的にもありがたいよな。確定来た。レイエスがこんなにすぐ残留決めたということは新庄も続投なの決まってるんだろうな。そうだと思いたい。どうスポだから残留言うたやん。俺は信じてたよ。レイエス残留来た。レイエス残留決定めでたい。ただどこにも条件が出ていないんだよな。これって新庄監督がキーマン条項にならんの？シルエット回避おめ。こいつシルエット化してたらハム以外の他球団笑えなかったろ。ということはソフトバンクはライデルに全力か。セーブ振られたか。やっぱ新庄の発言的に確定してたか。ご視聴ありがとうございました。